はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの角の口です。はい、4月21日水曜日午前10時52分でございます。館林市、リピーターのお客様、業者様ですね、何度もご利用いただいております。回収の方終わりまして、今、戻るところでございます。走っているのは多々良沼の近くですね。ここ本当は桜が咲いている時期に通りたかったですけど、はい、綺麗だったでしょうね。これだけ枝葉が張ってる桜なので見応えがあったかと思います。はい、館林市松沼町、はい、右行くと多々良沼公園でございます。左の、集合住宅、県営団地とかですね、結構ご利用ありますね。はい、花水木も綺麗に咲いてます。多々良沼公園でございます。はい、ご覧の通り天気が良くなってますね。ちょっと朝のうち風ありましたけど、今は落ち着いていますね。ちょっとあまり肝心の公園の部分が映ってないな。ちょっと今このちょっと土手状になってるんで、左側湖面多々良沼、何になるんですか、池になるんですか、湖になるんですか、多分湖面っていうか、その水面がすごい広がってます。ここだと全然見えなかったですね。はい、まあここずっと走って、道路のご案内をしていこうと思います。ボートなんかもあるんですね。多々良沼公園の多々良沼、少し映りますかね。こっちが左側がボートとかありますね。多々良沼野鳥観察と野鳥もじゃあいろいろ鳥がいるんですね。特に県道何号線とかじゃないみたいですね。まあ、ここもたまに通って、大浦町抜けて、泉町、そして、太田市、深谷の方戻りますけれど、まあ、この辺はのどかな、森林と湖、多々良沼に挟まれた、穏やかな道路ですね。雲一つない青空が広がっております。来週あたりにはゴールデンウィークということで、まあ、業者さんなんか特に処分先なんかもゴールデンウィーク休みに入るところとかもあるので、
私ども回収業務を行っているものとしてはその辺も頭に入れて、まあ、予定内、その辺の処分するもの、処分出せなくなっちゃうものも考えながら、やっぱり 業務を行っていかなくちゃいけないなっていうのがあります。紹介しようと思って撮り始めたので、やっぱこの辺でですね終了させていただきたいなと思います。はい、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。